ゾンド5号は1968年にソビエト連邦によって打ち上げられた無人宇宙船。月ジム飛行に使用する宇宙船の試験飛行で月をスイングバイして地球に帰還した。ソ連はアメリカのアポロ計画に対抗して L1 計画と L3 計画を進めていた。このうち L1 計画の中核となる宇宙船がソユーズ7、KL1 だった。 7KL1 は他の形式のソユーズと共通した設計を持ち、宇宙飛行士が乗り込む機関船と太陽電池パネルやロケットエンジンを搭載した機械船との2つのモジュールから構成されていた。大気圏突入前に機関船と機械船を切り離し、機関船のみが着陸した。他のソユーズと異なり、機動船は装備していなかった。ゾンド5号は無人だったが、 陸亀面症状バイミールワーム、植物、種子、細菌や放射線検出器を取り付けた等身大の人形が乗っていた。1968年9月14日、ゾンド5号はバイコヌール宇宙基地からプロトンロケットによって打ち上げられた。宇宙船は宇宙大気軌道を経て月へ向かった。途中で姿勢制御センサーが故障して予備に切り替えた。9月18日、 ゾンド5号は月をスイングバイしてキロに着いたが、その間に予備の姿勢制御センサーも故障した。このため大気を水切り飛行しながら着陸する方法を諦め、直接大気圏に突入することになった。9月21日、ゾンド5号は大気圏に突入した。高度 7km でパラシュートが展開し、予備地域として設定されていたインド洋へ着水した後、 配置されていたソ連艦船によって回収された。生物は無事であり、亀の体重は飛行前と比べ1割ほど減少していたものの、食欲が減退している様子はなかった。ありがとうございます。